メッシュのグローブにしたらすげえ涼しい。よし、行くぜ。ちょっとナビをつけてみました。一応ちょっと本当に分かんないんで、とりあえず道は合ってたみたいっぽいです。まだ都留市の中心あたりまではまだありそうです。よいしょ、はい。実はね、バックステップが欲しくてどうしようか悩んでて、僕が欲しいのね、もうほぼ5万円なんですよね。うわ高いなとか思ってね、すげえ悩んでたんですけど、あのね、いいのを発見しましたんで。そのノーマルステップを使うやつね、このちょっともう固定式なんですけど、まあそれでいいやと思って、それね1万円ぐらいなんです。それをねウェブクで注文しました。で今在庫がないんで6月の中旬あたりに来るかな。ひょっとしたらこの動画を公開してるときは来てるかもしれないんですけど、はい、とりあえずつけてみたら動画にします。取り付け作業もね取るかもしれないんですけど、ここ曲がるのかな、よいしょ。ちょうど今通勤時間帯ですね。いろいろ揉まりました。とりあえずナビ通りには来てるけどな、ずっとこの側道を走るっぽいですよね。これ中央道か、中央道ですよね多分。方面じゃなくて川口湖方面ね目指してます。こういうところにもねハッピードリンクショップがあるんですね。結構山梨すごいな。あれ静岡にはないと思うんだけどな、神奈川にはあるのかな。確か静岡にはないような気がする。意外にもこれが高速乗れってことは。このナビマジで嘘でしょ、乗らないよ俺は。このまま行ってみましょう。ナビとはちょっと違うけど、目指しは大丈夫でしょう。富士山が、これはまっすぐ行けない、行けるか、まっすぐちょっと行ってみるか。これの速度を走ってりゃ間違いないもんな。結構車多いですね。これからしばらくは天気がね、休みがあっても走りいけないとかね、そういう日が出てくる可能性が高いんで、まあ、どうなるかだね。正直ね、冬場のが出かけられたね、やっぱね、天気が良かったし、冬場のが、ね、まあ、寒いけど、案外大丈夫だったから、まあ、山の方はいけないけど、
が多いですね。もう地元ナンバーばっかなんで多分通勤だと思うけど、いやここね遅いよ、車でって大変だな。今のところも日差しは落ちるよ。お富士山素晴らしい。お急にこうなんだね、すげえな、すげえ道大変ですね。そういえばこの辺も富士山ナンバーなんだよな。思いっきり多分俺地元だと思われてるの。全然反対側です、反対側の富士山ナンバーです。またこんな道、結構車が多いんだよね。それで行けじゃん、ここ。なんで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 めっちゃ水浸しなんですけど、川ですよ。もういいですけどね、もう汚れてますから。なんで田んぼかな、田んぼやってるからか、ちょっと笑っちゃうんですけど。車、もうバイク自体はもうめちゃくちゃ汚いんで、いいっすよ。逆に綺麗になったかもしれない。よし、やっぱ田んぼだね、多分。左かな、右か。高速に乗せようとしました。まあ乗ってもいいんだろうけど、いや、もう下で行きます。よし、もういやいや、いや結構厳しい道だったな。富士急行線、ちょっと吊るしを舐めてたぜ。もう8時半っす。8時半だけど混んでる。これがひょっとして富士道ってやつかな。いや混んでるな、しばらくこんな感じっぽい。よし、川口湖って看板が見えてきたぜ。よし、富士山素晴らしいじゃないですか。山梨側から見る富士山も、ここも変わった交差点ですね。富士宮はまっすぐかもしれないけど、僕は川口湖を寄りたいんです。
か綺麗だな。ついついつらえていっちゃいそうだけど、よし、いっちゃおうぜ。切れたらごめんね、途中で。うん、いやー、しんどい、暑い。今気温が27度です。急に上がってきた。うん、しょうがないです。いや、暑い。どの道をどう行ってるか全然わかんないです。ただこの三坂道は知ってるから、これに乗ればなんとか河口湖の北の方には行けるかな。よいしょ、はあ、久々だぜ。左から来たと思うんだけどね、前は。はい、川口湖です。ここ有料だっけ、駐車場で。4です。あ、無料って書いてある。まあいいや、夜で終わったな。はい、でも北側行ってから寄ろうかな、どっか。この辺もちょっといいや。側に絶対行きたい。もうバイクの人結構いるじゃないですか。うい、北側にどっか寄るとこあったっけかな。まあいいや、もうちょっと行きますわ。が見えるところは駐車できないんだよな。あんまりいい駐車スポットがないっす。いいっす。どうしようかな。そこちょっとね、右側を脇に止められたと思うんだけど、でもいいや。あ、止められないよだ今回は。ちょっと写真が撮りづらい。左側にあればいいだけど。もうちょっと先で左に行きます。この車も行くのね。観光案内所があった。
違うな、美術館、美術館かよ。中学校、こんなところに中学校あるのすげえな。あ、ローソン、ローソン。あ、ちょっとタイミング逃した。まあいいや、なんかあるでしょう。揺れてえな。こっち側あんまなかったような気がするんだよな、ちょっと揺れるのだとかでもやっちゃおう。話し飼いでついてるんだね。でかいね。おお、富士山抜群にいいんだけどな。公園ちょっと寄ってみます。バイクも止まってたし、よし疲れた。牛公園初めて来た。バイクも止まってるけど、やった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 。